愛知県豊川市の豊川稲荷でお正月用の大鏡餅が作られています今朝は7時前から職員およそ40人で鏡餅作りに臨み蒸し上げられたもち米を次々と突き上げると餅を何枚も重ねて数人がかりで布を巻き形を整えるなどしていきました。合わせて重さ180キロにもなるると呼ばれる大鏡餅は、 今月28日に本殿に備えられるほか豊川稲荷ではあすまでに大小350組の鏡餅を作り新年を迎える準備を整えます。